日本神奈川県川崎市川崎区堀之内町。堀之内は神奈川県川崎市川崎区にある町名、堀之内町のこと。郵便番号は21003。面積は0 0 6 4 8 k ル。堀之内には総プランド街があり、関東では東京の吉原に次ぐ規模である。以下、堀之内の総プランド街を中心に記述する。 当地は平安時代末期の武将である川崎元家の居所に否定されている。後に小田原北条氏家臣の間宮氏が重視した。寛永8年、元禄十年、幕末ともに堀の内は幕府良であるが、天正20年の三号車の検知町に存命が、記録があるように三納車両があった。江戸時代よりこの近辺は、 東海道川崎塾の宿場町として栄え、いい森城を置いていた旗子が多かった。戦後も青線地帯としては売春が行われていたが、1958年に売春防止法が施行されたことにより、多くの売春宿は廃業に追い込まれたが、一部の店舗は、チョンの間として細々と営業していた。1960年、堀のうちに初めてのトルコ風呂である。 京浜トルコが開店した。1966年に風俗営業等取締法が改正されて、堀の内地区が公式にトルコ風呂の許可地域となり、1969年に城郭風の豪華建築の高級トルコ風呂である川崎城が開店すると大成功し、トルコ街として栄えることになった。さらに同店に勤務する城が、 泡踊りと呼ばれるボディ洗いのマットプレイのサービスを発明したと言われる。泡踊りのサービスは日本中のトルコ風呂へ広がっていったが、その本家堀の内では川崎流と呼ばれる泡踊りの技術が発明され、テクニックの堀の内と呼ばれるようになった。なお、川崎流の源流はトルコ風呂、王朝だと言われる。1980年代にトルコ風呂は、 ソープランドに解消され、エイズが日本で感染例が確認されて、性風俗業界が伸び悩む中、1991年に堀の内特殊浴場協会は全国に先駆けて、加盟店に対してコンドーム着用を義務づけることになった。2013年1月現在、堀の内のソープランドの店舗数は55店舗である。関東では東京の吉原に次ぐ規模である。 青線時代からの名残で、チョンの間と呼ばれる業態店舗も多く存在したが、警察の摘発と指導を受け、2005年8月26日に34店舗が加盟する川崎東地区料理飲食店組合が川崎署にて解散を宣言した。これにより組合加盟の店のほとんどが廃業し、組合非加盟の外人商婦の店など一部の店だけが存続した。 しかし2009年に数回にわたる一斉摘発が実施されたことで韓国人ら34名が逮捕され9店舗が閉鎖に追い込まれた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。